iNAC ベトナムキャンプ。今回は選手撮影による移動バスの様子をお届け。まずは新加入の松原選手。どうですか、iNAC？ 楽しいです。何が楽しいですか？いや、なんかこんな先輩がいて。本性出せや。同じく新加入の北川選手は、チームに貢献できるように頑張ります。イエーイ。話題はベトナムの食べ物について。ヨーグルト、もう小豆入りね。はい、あ、すごい、めっちゃ食べてた人で、はい、前は何が美味しかったですか？ヨーグルト一択。じゃあベトナムで一番美味しかったものは？クロワッサン。クロワッサン。どこでも食べれる。次回は新チーム初の対外試合の模様をお届けします。